地球科学分野の井村と言います。温泉地帯とか地熱地帯で起きるような水蒸気噴火という現象に注目して研究を進めています。なんで水蒸気噴火が火山で起きて、いつ起きるのかっていうところまではやりたいと思います。僕は幼少期からサメのことがすごく好きで、サメについての映画だとかサメについての図鑑ばっかりを読んでた記憶があります。その恐竜は今は見れないけど化石としては残ってて、それがものすごく大きかったらしいというのに非常に興味を惹かれて、そこから地球科学を考えるようになったと思います。なんか大きいものとか強そうなものは特に好きですねこの石とかは見てみると黒っぽくて穴が開いてるんですけど、噴火をする時のマグマが上昇してきて、発泡するっていう情報がここに見て取れるところが非常に面白いです。サメと同じぐらいテレビゲームとか携帯ゲーム機のゲームが非常に好きで、帰ったら大体やってます。人より負けず嫌いな部分が強いかなと思います。実験とかでもなんかうまくいかないことがあったらうまくいくまでやるとか、そういうところがあります。やっぱ学生の個性を伸ばしたいなとは考えています。バックグラウンドをちゃんと見てあげて、なんとか僕の研究テーマと合わせて進めていきたいなと思っています。